前に構えたのが3番ロシアのデニス・ドミトリエフ。昨年の四日市2度参戦していまして、7月、8月、7月には決勝2着、8月参戦の時にはまさかの準決勝敗退に終わっていました3番のドミトリエフ。今回玉野では敗者戦に回りましたが、シリーズ2勝を挙げていました。後方から2番の吉田弘正、まずはレースを動かしていきます。川端智之は現在後方の位置、第2センターから4コーナーカーブ、かく乱していこうという2番の吉田弘正、一旦前に上がりましてドミトリエフ車を引きました。今度は6番の倉野龍太郎、前々に踏み込んで愛知コンビの後ろに川端ラインが続いていきます。誘導員は赤番で退避です。さらに踏み上げて1番の川端智之、川端が赤番次の1センターで抑え切っています。2番の吉田弘正を前々踏み込んで3番のドミトリエフですが、吉田ラインで続いています。2番の吉田弘正がさらに追い上げていきますが、ドミトリエフ現在は中段の外目あたりから踏み込んでいく。先に抑えた1番の川端智之、それを一気に叩き切るか。3番のドミトリエフ最終周回です。おっと、7番の西岡拓郎がこれをブロックしていく。ドミトリエフ2番手外並走まくれるかどうか。2コーナーからバック、4番の黒木はちょっと動き阻まれた。2コーナーからバックで前は踏み合いになっています。先行は1番の川端智之、踏ん張ってまくってくる3番ドミトリエフですが、どうでしょうか。現在は2番手アウトコース、ちょっと苦しくなったか。マーク7番の西岡拓郎にさらに5番の青い、4コーナーから直線です。ドミトリエフ振り切りました。1番の川端、マーク7番の西岡拓郎、両者の争い、外目には5番の青い検知。後ろ攻めから先手を取っていきそうな4番の一ノ瀬は後方7番手です。残りは3周回を切りました。7番のデニス・ドミトリエフがまずは正攻法からの競争です。今季の日本の競輪直前の玉の G3 に続きまして、今回も初日で決勝の権利を逸しました7番のドミトリエフ。残り2日間連勝ゴールとなるかどうか。四日市バンクは今回で早くも4回目の出走です。7番のドミトリエフ、マークにはまずは踏み出し集中の一戦です。5番の高橋正幸、3番手うまく流れに乗っていきたいのは1番の伊藤太一。4コーナー回って直線、残りは2周というところ。2番の大久保がまず動いて、1番の伊藤太一、こちらも一取り動いています。後ろ攻めから抑えていきそうな気配は4番一ノ瀬匠、ドミトリエフは車を下げました。前に変わった1番の伊藤太一、そして上がってくる九州勢4番の一ノ瀬匠、ジャンで抑えていきます。三者を出して1番の伊藤太一はこれで中段の4番手、ドミトリエフは後方の8番手、2番の大久保直也うちうち潜り込んでいきまして4番手インコースあたり伺っている。ドミトリエフは後方8番手からのまくり勝負で最終周回です。4番手を2番の大久保直也さばいていくか。4番手が並走の状況になっています。ドミトリエフどこから動いていく。先行4番の一ノ瀬匠、2コーナー手前から7番のドミトリエフ動いていきました。マークは5番の高橋正幸、食い下がっていけるかどうか。ここは一気にまくりきった7番のドミトリエフ、後ろですが離れました。3番の運動圧倒が追い上げていく。後ろは5番の高橋正幸、現在3番手、4コーナーから直線で今日はぶっちぎりました7番のドミトリエフ。2着争いは3番の運動が2着、あとは5番の高橋。残りは3周、青番のホームへと入っています。ここは号砲と同時に左右内枠1番の土屋が前の位置を取りました。一方のドミトリエフ、こちらが後方からの組み立てになっています。1番長いラインは前の3車です。2番の佐藤和信、初戦はパーキンスの2着に入ってきました2番の佐藤、ここは果たしてドミトリエフ相手にどう組み立てますか。2番の佐藤に1番の土屋、9番の石川雄二とこの3車ラインを組んで前段です。7番の飯田裕二は切れ目の4番手を追走、そして近況は自力はかなり減っています。4番の高間雄平、人の後ろも多くなっていますが、ここはラインの前回りで5番手、
4コーナー回ってきまして、残りは2周、赤番のホーム、ドミトリエフに動きはありません。後方8番手、このまま足を食べるのか、あるいは上昇を見せるのかどうか。まもなく第2コーナーカーブ、中段で若干車間を切ってドミトリエフの動きを見ています。4番高間雄平、ドミトリエフですが動きはなさそうです。真由紀、2番の佐藤和信、このまま先行体制に入っていくのか。まだ誘導員は残っています。誘導残ったまま、おっと、内をついた短期6番の吉田隼人が5番手に切り替えた。6番手になった4番高間雄平、ドミトリエフは溜めて後方8番手からのまくり勝負。誘導対比で最終周回、2番の佐藤和信が主導権です。マーク1番の土屋雄二、9番の石川雄二が3番手、ドミトリエフはまだ後方の8番手。2コーナーからどうやらまくっていきそうです。後ろ3番の川木を遅れました。バックから3コーナーカーブへと向かっていく。先行2番の佐藤ながらまくるドミトリエフ、一気に溜めて爆発だ。2センターから4コーナーカーブ、軽々と捉え切りました。5番のドミトリエフ、4コーナーから直線で早くも焦点、2着争い。ドミトリエフぶっちぎった。2着争いはどうだ。2番の佐藤踏ん張ったか。あとは7番の飯田裕二か。